ばちゃちゃ。はい。今日はですね、もう、これなんですよ。これ、もうやったやんっていう人はいると思いますよね。違うんですよ。前やったのはこれですよ。こうやって比べると異常に小さい気がしますけども。うん、ね。いいですか？ビッグが入ったんですよ。ビッグが。なんでビッグが入ったかをお伝えしますね。はい。前までのこの、こちらのステッカーは、まあ、個人的にはですね、こうやって、こういう PC とかに貼る。ね、私の PC ちょっと今日忘れてたんだけど、私の PC にはハリケーンズが貼ってあるんですよ。はい。ね、オールブラックスも貼ってあるんですけど。ね、いい感じのサイズだったんですよ。で、携帯電話とかね。はい。いいサイズだったんですよ。やってたら、とある人からですね、これをスーツケースで貼った人いるんだって。これちょっとないのが残念なんだけど、貼ったら、見えないと。もう小さすぎて、あのよくどっか行くとシール貼られるじゃん、はいはいはい、あれに紛れてどこに貼ったか分からないと確かに、はい、じゃあどうすればいいですかって言ったら、でかいのを作ってくださいって言われたんですよ、はい、その方の意見を取り入れて作ったのはこれですですね。これぐらいの差があります。結構でかいです、結構 でこれだけ見るとでかって思うわけですよ、はい、だけどこういうとこに貼るとそんなに悪くないサイズ感なんですよ、うん、確かにでしょ、いい感じね、はい、物によっちゃかなりいい感じだよね。スーツケースかなり、うん、かなりいいですよ。で、前見てほしい、スーツケースにこれを貼ると何がいいかをお伝えしますね、はい、まずニュージーランドに旅行行く方、もうこれ貼ってください、はい、もうこれ、これかこれ貼るともうね、税関のお兄さんがいつもめっちゃ怖いのがめちゃくちゃ優しくなります、うわ、オールバックしたんでどこで買えんのだ、絶対言われる。どこでゲットしたのって絶対言われるから優しくなります、はい、ただ注意ですよ。注意が1点、オーストラリアに行くときにこれついてると怖くなります。お前はお前はオールブラックスファンかと、全部開けろみたいな、そこは言い過ぎるけど、そういうね、シャレが効くんです、あの人たちは。いいですね。もっと言っちゃうと、これを貼って、はい、ね、税関職員の方がマオリ系だった場合ですよ、素通りです。素通り、お前は行け、分かってると。ただその方にね、これを見せた瞬間ですよ、あれおかしいなって、オークランドについてこれをしてた場合ですよね、お前はどこのファンなんだと、その時の逃げ道をしてますね、はい、これも貼っとくんですよ。いいですね、両方、両方こうやって思ってるわけで、いや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 と裏返して、これがあればオールブラックスって言えばまあいいだろうと、はい、投資ですよね、投資だから気をつけてほしいのはこれとこれ、うん、かなりで、クライスチャーチに入った場合はですね、逆にこれで、これとこれは要注意です、はい、いいですね。オークランドはこれとこれは OK でしょ、はい、いいですね。あと問題になるのがこの2つなんですよ。でこの人はもうなんかほぼ全員から好かれてる、うん、あんまり敵対視はされてない。問題がですね、我らがここなんです、はい、おそらくですが、ウェリントン空港以外ではほとんど切られてます。ただただですよ、ウェリントン空港にまさかシドニー経由とか降り立っちゃった場合ですよね、国際線で、はい、もうヒーローになります、うん、これがあってあったらもう下手したらなんかもうハリケーンズのチケットやろうかとか、そういうなんかもうよくわかんない謎のこう一体感、今週末行くみたいな感じで何にも聞かないでするっていうパターンがありえますからね。そういうためのもうパスポートに次ぐ、まあ、印ですよね、はい、これをやっぱりつけてほしい。これからね、やっぱニュージーランド行く人多いんですよ、もう最近多いんですよ、留学で行くこと、ことね。一つは売ってないですから、向こうでは売ってないんですか。売ってない、売ってないですよ。なぜかというとこれは僕たちが作ったやつですからですよ、あのライセンスをもらって作ってるのはこれですからね、はい、見たことない、うん、なんで逆にこれをね、チーフスエリアに留学行く方はこれをお土産に持ってって配ったらめちゃくちゃ喜ば、もうマジで喜ばれると思うよこれ。ただこの辺とかだとあの結構あのこちらでちょっとこう低所得者層の家とか多いんですよ、はい、下手したら売られてるからさ、あ持ってったら10倍ぐらいの値段で5000円とかで売ってるやつがいる可能性もありますからね、そう気をつけてくださいね、まあ、気をつけようがないんですけどね。なのであの留学あの初心者の方はおすすめこっちですよ、
鉄板です、はい、オーストラリアに行く人はちょっとごめんなさい、今回はですねオーストラリアないんですね、オーストラリアはない、まあ要望があればですね今後あの制作しようかなとは思ってますけど、はい、ないんですよね。なんでこういう意味でですねこちらのビッグロゴステッカーね、もう本当にねなんだろうな、私の夢が叶ったというか、う自分がやりたかったんですよ俺はちなみにこれつけます、絶対これ一本でどこに行っても負けない、もう打ち返す、なんだよオルリンとなんか問題なのかっつって喧嘩するレベルの話ですよね。そういえばそれがファンっていうものですからね、それはもうそこまでいける方はですねぜひご自分の、好きなチームですね、はい、選んでいただく、もしくはですよもうこれで全部貼っちゃう、確かに、え全部貼ったら全部貼っとけばどこ行っても OK 何にも言われないじゃない、むしろお前すげえなと、もう所狭しと貼ってあるわけですよね、これがそれはもう一番人気ですね。最近ちなみにこれも出せって言われますからね、税関で。税関で出るときね。はい。手荷物検査で。その時にですね、やっぱこれを貼っとけば。うん。ニュージーランドはどうだったかっていうね、話になりますけどね。まあその時手荷物検査、まあオーストラリアの手荷物検査でこれ貼った時にはもう、ちょっとまあこっち来いっていう。可能性は、泣きにしてもあるんですよ。それは僕のせいじゃないですからね。ぜひ、自己、責任でですね、はい、やっていただきたいと。ちなみにですね、携帯ある出して。まあまあ、この方の携帯ちょっと大きめですけど、携帯だとね、もう入りません。入んないです。ちょっと切っちゃうみたいな。ちょっと出ちゃうので、はい、携帯用には、おすすめしません、はい。いいですね。携帯用にはちょっと無理かな。ブルーズが、無理。長さが無理です。はい、なので、携帯用にはちょっと考えないでくださいね。うん、PC とかさ、なんだろうな、何があります自分の何があります、冷蔵庫。おー、冷蔵庫買っちゃう、いいね。うん、俺、あんま乗らない原付バイクなんだけど、そのオールブラックスシール貼ったんですよ。逆さに今度ハリケーン貼ってやろうかな、みたいな。でも、車に貼ってる人もいますよね、ステッカー結構。貼っちゃうっていうパターンね。うん、まあ嫌な方は嫌だけどね。確かに。ちなみにこれ屋外用には一応なってるんでしょ、はい。なってて、ただ、強粘着って書いてあったんで。じゃあもう。だから、知らないですよ。貼って、まあとは残りましたね。そう、一切僕は、たちは責任取りませんね。それは、自己責任ですよ、そんなものね。自己の責任ですよね。わかりますね。貼ってくださいね、貼るときは。何があるかな、あと面白いの。なんかあれば。あ、ボトルとか。あ、いいじゃん。ドリンクボトルね。はい、それあるよ。ドリンクボトル、最近あったら。そうだな。ドリンクボトルもあるし。あと、キャップ？キャップ？ないな。さすがにないな。まあまあまあ。考えてくださいよ。あ、確かにドリンクボトルいいこと言ったね。うん、最近持ってる子多いからね。これは、はい、当然こうやって、うん、こうやって垂れますからね。はい、いい。それいい。自分の作れるかもしれない。いいんじゃないですか。はい。というわけでですね、今日ご紹介したのはこちらのビッグロゴのステッカーになっております。今のところまだ全部在庫あるので、はい、全ショップですね。今度は菅平ショップも始まりますので、そちらでも販売しますので、もしサイズがわかんねえって方はですね、まあ一応センチは書いてますけど、嫌、はい、だなって思う人はですね、来てください。貼るもの持って。スーツケースとか。ぜひ、東京駅近いんでね、旅立つ前にここで貼ってくってのもいいですからね。貼る位置とかも東京店のスタッフが一緒に、優しく貼りますからね。はい。というわけで、よろしければ、その方を見てみてください。では